皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン 3X マッチやっていきたいと思います。 X マッチとはバンカラマッチで S プラス0以上にならないと参加すらできない強者だけが集うバトルでございます。それでは早速やっていきましょう。はい、1回戦目いきましょうか。ステージは湯の花大渓谷、ルールはガチヤグラですね。ガチヤグラはもうとりあえず MK さん的には乗ってカウントを進める、そこをね意識したいと思います。結構ねランク帯が強くなれば強くなってくるほどキルにこう集中しちゃってヤグラに乗らないチームが多いんですよね。だから結構こっちがキル取られてても案外ヤグラに乗ってればなんとかなったりするんですよ。なので MK さんはねもうやられてもいいから積極的にやられるの早すぎだけどねちょっとでも今のカーボンローラーデコ結構こう無双したな。よーし、じゃあ頑張りましょうか。まだまだ乗っていきますよ。でね、今みたいにすぐにやられたら割と論外です。向こうの方、例えばカウント30とか、それくらいになってからだったら、無理やり乗ってくっていうのもね、結構戦術としてはありなんですけど、このね、カウント80台とか90台のところでね、無理やり乗ってやられてもって感じなので、この辺は慎重に乗っていきましょう。で、敵が今一人いない。乗ってもいいか。おーっと待って、右来てるな。大丈夫か？ちょっと右も見つつ左やられた。もう完全に右は見られてまして左も見られてんだよな。でも一回乗る、いやそこ倒してからの方がいいような気もするけど乗っちゃいましょう。こっちにヘイトを集めて、はい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 、9番ボムをこっち引き寄せて落ち着け。今んとこ狙われてるけど誰も乗ってね。待てよ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 、やられすぎだな。今んとこカウントはどっちもどっちなので、まあここからが勝負という感じですが、相手が2人やられてるんで今は攻め時か。いや待てよ、しっかり塗ってから進もうか。そう、矢倉もね矛と一緒で塗るの結構大事になってきます。地面を塗っておけばもうそこには敵がいないって判断できますからね。味方のためにもしっかり、地面は塗るようにしていきましょう。でカニタンクで無理やりちょっと牽制しまして、そこの関門を無理やり突破したい。 OK、 関門突破。第一関門突破したら、あとはちょっと MK さん乗っとくね。味方ちょっとガンガン敵倒してくんねえかな。いや倒すのも大事だけど乗るのも大事だから。これ誰もさ乗って、後ろ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 、誰かいる誰かいる誰かいるよ。落ち着け落ち着け、ありがとう。MK さん乗るね。はい、第二関門突破。いやカウントを進めるの大事だから。あー左来て、まあ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 、正面倒せたからいいとしましょう。まだまだ乗りますよ。この辺のカウント台に来たらもうやられてもいいからガンガン乗るっていうのが MK 流でございます。まああんまりね迷惑かけない程度にって感じではありますが、乗ります。はい、乗りまして、ちょっとでも進めるよ。今誰も乗ってないからね。はい、味方はもう MK さんが乗ってるんでガンガン前に進むことだけ考えてください。クイボの雨。まあまあまあそういう時もあるね。でも9まで進めたから MK さんまだいけるまだいけるまだいけるね。ここ飛びまして、相手今2人やられてる。ここはね、まあいいのいいのいいの、これでこう標的をね私にずらしとくっていうのもありだから。いやだったらフッタン詰めべきだったか。フッタン詰んだ方がこの戦い方だったらいいような気もするな。そして上に着地して狙われてたけどなんとか避ける。でちょっと乗るよ、誰も乗ってないから。今11だから悪くない。まだまだ攻めれると MK さんは思っておりますが、カーボンローラーに気をつけつつ、誰か飛んでくる。はい、ここはあといるよね。そうだよね、分かってはいたんだ分かってはいたんだけど、ちょっとうまいんだなあのカーボンローラーが。こっちも2デス取られちゃってるんで一旦引き気味でもいいような気するけど、まだ攻める？うわっ、まだ攻めるかな。いや攻め、いやでもこっちもう1人しかいないな。ちょっと引いた方が良くない？1分、いやでも1分30秒か。守りに入るには全然早いな。まあとりあえず塗りを意識しつつ残り30秒ぐらいまでなんとか耐えましょうか。いや相手2人やられてんな。一瞬乗ってちょっとヤグラを止める。ですぐ降りて、あーそこナイス玉投げようとしてるね。ナイス玉は、はい、手前に飛びました。ヤグラには関係なし。でヤグラのところそこ狙われてるけど、おっと人下降りてきたよ、下降りてきたよ。落ち着け、ちょあんまさ今集中してからあんま喋れねえんだ。 OK、 いいよ、あとカーボンローラーだけ。 MK さんが乗ってるんで、うわーっと皆さんご安心を。上からカーボンローラー降ってきました。ここはしっかり倒しておきたいが、 MK さんの9番じゃなくてスプラッシュボムで倒そうと思ったけど、あスプラッシュボムじゃねえや、クイックボムだいやもうで今さ集中してっからもう勘弁してくれ今 MK さんもう乗ることに集中してんの。ちょっともう何ボムカニボムとかどうでもいいから今。そしたらいいよ、ちょっと落ち着け、乗ってるよ。あと30秒、もう攻めきれるんじゃない、これいけるんじゃない。
あれいけるか。 MK さんちょっとカニタンク貯めるわ。ここカニタンク貯めて最後ここ、はい関門、ここの関門突破した瞬間カニタンク使います。オッケー、これでなんとかゴールイン、素晴らしい。ちょっとまあいやでもかなり活躍したと思うよ。いやキル数で言うと全然ですよ。でもキルデスじゃないからガチヤグラって、もう乗るの大事だから。今みんな前進むタイプだったから私が乗るしかなかった。カウント進行ナンバーワンホラーベストカウント更新も取りましたし、 MK さんも貢献したんじゃないでしょうか。ということで若干微妙だったとはね MK さんも我ながら思っておりますが、まあ勝ったは勝ったということで、3キル7です。いやこれも勲章だ。3キル7ですも勲章だから。いやでも味方強かったね今。私がさずっとさ脳死で乗っててもいいぐらいの、ほらちょっと味方強かったな。はい2試合目いきましょうか。ステージはマサバ海峡大橋。正直あまり得意じゃありませんが、そんなことを言ってる暇はありません。頑張っていきましょう。武器的にこっちは結構バランスよし、相手もバランスよし、バランスよし同士で頑張っていければと思います。まず一番最初、もう最初から真ん中攻めちゃいます。みんなでまず真ん中の塗りを取って、そっから矢倉に乗っていきたい。この辺バーっと塗りつつ9番ボム気ぃつけろ。相手待って、なんで9番そんなさ、今分かってたよ、分かってたけど、その距離当たってたか、ごめんなさい。すぐに飛んで前線復帰します。でガチヤグラ戻されまして、落ち着け、まだ乗るのは早いよ。周りをしっかり塗って、そこの北斎追いかけたいけど、追いかけてもしゃあなしか。うわー9番ボーム、で待って、四方八方囲まれておりますが、ちょっと待って、いるそこ空中で、うまい。空中エイムが決まっていく。で、あ、落ち着け、一旦カニタンクでこの辺り牽制しつつ、ちょっとヤグラ戻してくんない、ありがとう。2人のヘイト集めてましたからね。で、一旦体力回復して、まだいるね。この辺りもしっかり塗りつつ進むよ。はい、バーっと周りを塗る、待ってね、ロボボム。で、そこのグレートバリアが、ちょっとうるさいな、オッケー、1人なんかアシストしましたが、カニタンク貯めて無理やり進めたい。というか、結構、私以外にも乗る派の人いる？あ、そうでもないな。私乗るわ、じゃあ。ここ乗って、ちょ、手前、そいつを倒しておきたい、オッケー。第2関門到着。ここから無理やり突破するよ。第2関門突破、オッケー。いいよ。で、第3関門まで行きたいな。第3関門突破したいね。味方が倒してくれている。はい、手前倒した。右にパブロがいますけども。待って、関門突破まで時間を稼ぎたかった。待って、関門突破いけない？無理やりいけないかな？無理やり関門突破してほしいんですけど、厳しいか。あそこのパブロ、MK さんがちょっと、シューターでうまく狙えてればって感じですけど、落ち着け、まだチャンスはあるよ。おっと、相手2人やられてる。そしたら MK さん、急いで乗って、危ない、来てるね。落ち着け。あのパブロってか、北斎か。あの北斎どうにかしないと、マジで大変なことな。倒した。倒したけど、待てよ。相手1人、こっち1人落ちてる。あ、矢倉には乗れないか。あそこの関門さえ突破しちゃえばさ、もう結構ゴール近づくよ。待て、落ち着け。ロボボムと9、ボムばっかだな、相手。9番とかばっか使ってくるじゃん。その時間稼ぎにすげえいいんだよな、9番ボムとかロボボムって。それ1個でさ、もう気にしないといけないこと増えちゃうから、ガチヤグラとか時間がね、すげえ大事になってくるルールでは、かなり有効だと思いますけども、そこのカニタンク VS カニ、あ、もう、臭い。入ってきてんの早えな。パブロ並みに早く動く北斎ですけども、相手はヤグラ乗ってきてるね。まあまだ70なので落ち着けばなんとかなりますが、これ塗り大事、手前の塗りがめちゃくちゃ大事。待て、落ち着け、そこ、ナイス、ありがとう。なぜかハンコが刺さりましたね今。はい、で上乗って、周りも塗って、危ないよ、ブラスターマジで危ないんだから、こういう時。はい、でそこの北斎も倒しておきたい。 MK さん、オッケー。でここいいよ、そこも倒せ、無理やり倒せ、オッケー。で手前のそいつも倒したいけど、ちょっと時間オーバー、オッケーな、ありがとう。いいよ、乗ってるよ、私が乗ってる。いいよ、前進んで、私も周り塗りながら進むから。でここ9番無理やり避けて、いいよ、関門突破したい、来てる。ここの関門が鬼門だな、マジで。うわ、そこが鬼門だ、マジか。
いやー、今行ったと思ったんだけど、もうちょっとだったな。そしたらだ、真ん中また塗り返すよ。そう、しっかり塗ってたので、相手が進んでくる速度も若干遅め。そう、塗るのマジで大事。今左来てた？そんなことないか？見間違いだったのかもしれませんが、ロボボムも気をつけつつ、そこのカニタンクを倒しておく。ロボボム、分かってたのに。分かってたけど、はい、あと1分。相手が攻めてきておりますが、17はさすがにきついでしょ。いや待てよ、こっち2人やられてんな。ちょ、これ以上のデスはまずいよ。1体 MK さん倒しまして、待て、そこの、はい、そこのブラスター倒しておきたいけど、無理やり降りて、ここは北斎優先、北斎優先、ブラスター倒した、北斎倒せ、北斎マジで、北斎マジ、北斎、OK 倒した、後ろ、北斎、あ、違うか、北斎は倒したんだ、やっぱり。スプラシューターが残っていましたが、とりあえず矢倉は戻っていく、残り28秒。いやでも30まで来られたか。そう、一回通ったところは速くなるからね。まだまだあの試合は分かりませんよ。クイックボムが吸われていく。なんだそこの手すり。そこの手すりでクイックボム吸われたんだが、残り10秒、相手にです。さすがにいけるよな。待てよ、あとはデスすることだけ考えればいい。矢倉気にすんな、デスしろ、デスしろ、デスしろ。はい、そいつ倒した。ここも来るやつデスする。いや、いったし、オッケー。今のもまあまあまあ、あんま大活躍ではなかったけど、それなりに活躍できたんじゃないでしょうか。まあ MK さんの実力こんなもんよ。だって猛者しかいないんだから、ここ。カウント進行ナンバーワン、塗りポイントナンバーワン。いや、かなりナンバーワンだよ、それは。で、味方のジャンプポイント先もナンバーワンと、かなり活躍はできたと自負はして、微妙です。微妙です。大活躍とは言えません。おお、でも15キロ8です。悪くない、悪くない。ということで、X パワー計測中2試合目終わりました。まだまだ勝って、なんとか X パワー上げていきましょうか。はい、第3試合行きましょう。ステージは変わらず、マサバ海峡大橋。さっきパッとしなかったので、ここでちょっといいところを見せたいですよね。武器のバランスは悪くない、相手も悪くない、ということで、結構積極的に攻めるわ、今回。行きますよ。無理でしたね。ちょっとうまくいかないですね。これあんま攻めない方がいいのかな。なんか純粋に攻めてっても実力で負けるな。あー、なるほど。はい、第4試合行きましょう。ステージは天間美術大学。そう、日付が変わりました。おはようございます。MK のゲーム実況チャンネルでございます。ちょっとね、前回3試合やって、あまり、ね、振るわなかったので、日付変えてステージ変えようと思って、天間美術改革、大学やっていきましょう。最初からカミカミですけど大丈夫でしょうか。まずはこの裏からまずはこの裏からポジション取っていくって言おうとしたら、もうバレてましたね、完全に。いや、バレてても避けなきゃダメだ、今のは。待て、ガチヤクラ奪われた。まあ、奪われるのは別にいいのよ。この辺塗りまして、敵どこいる？結構ね、キルもね、やっぱ大事っちゃ大事だから、乗るは乗るよ。前回通り乗る、MK さんの矢倉の定説はまず乗るだから。だから乗るのは大事なんだけども、倒すのも大事。はい、乗る。乗ります。倒すのも大事だよ。カウントリード。まあ、この辺のリードは関係ない。で、ここ上乗って、カニタンク行くよ。カニタンクで、ちょっと手前のそいつ、倒しときたいけど、今のしょうがなかったか。で、バーッと打って、ちょっと、圧力を与えます。はい、ここ、打って、OK。そしたら、無理やり、いやー、でも、マーカーついてっか。マーカーついてる時に近づいてもって言ったら、後ろにいる。ちょっと待てよ。MK さん、矢倉、いや、一応ね、ガチルールの中だと、エリアと矢倉が得意なんじゃないかって自分では思ってるんだよね。でも、そうじゃないかもしれないな。まあ、X パワーを見てという感じではありますが、いや、勝つよ。任しとけ。待て、トルネード、撃ってるやつを倒す。で、上のやつも倒してからやられたいけど、倒せてないね。倒す、もう今やられるつもりで突っ込んだけど、倒さなきゃ。じゃあ、引いた方がよかったよ。ここちょっと待って、右来てんな。右のやつを無理やり倒したいけれど、来てるよね、右。いや、まず矢倉行くか。矢倉の上倒して。右来てないか。来てないな。ないんだったらいいんだけど、ババ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 落ち着け、まだ乗ってるよ。はい、上倒して、ここも来たやつを無理やり倒していきますけど、まあいいでしょう。乗ったやつ倒したからいいとしましょう。で、25まで進まれたのね。大丈夫、25なんて世の言う。こんな、だって第三関門来てないもん。そしたらこの辺もしっかり塗って、相手がさらに来ないようにする。で、真ん中も塗っていきますよ。雨ナイス。で、カニタンク貯めて、カニタンク無理やり使ってヘイト稼ぎます。ここ上登ってカニタンク。ほら、こっちだぞ。矢倉気にすんな。
こっちにカニタンクいるぞそう、こうやってね、あのヘイト稼ぐのも非常に大事なんで。あー、そこにいたやつ今倒したかったな。落ち着け、ボーム、で、今いるね、右いるね、右いるけれど、落ち着け落ち着け、さらに奥にいる。ここを、はい、マニューバー、待て待て、うわっと、うまいね、うまいね、マニューバー、どこどこ、倒してくれた。いや、いるな、まだいるな、どっかにいる、いる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 、倒せ、ナイスそしたらホップソナー無理やり壊して、でボム気ぃつけろ、しっかり塗りつつ進んでいきますよ。またカニタンク貯めたいな、待てよ、カニタンクを貯めたい、後ろ来てるね、後ろ来てるけど、インクがないインクがないか、今のインクがないのか、あー、いや、うんって言ったら言い訳だな、 MK さんのインク管理だな。そしたら待てよ、右側から攻められると多分終わるんだよ。この右のところだけ攻められないようにちゃんと塗ろう。で、あー、トルネードね、トルネードまずいね、トリプルトルネード発動しまして、この辺しっかり塗り返す。一応ヤグラ自体は戻ってるので、カニタンクでまたヘイトを稼いで、ほら今来たらカニタンクに撃たれるぞっていう気持ちだけやっといて、そのうちに味方が後ろから入ってくんないかという他力本願。オッケー、相手3人やられてるよ他力本願だったのか、 MK さんのヘイト回しが良かったのか分かんないけども、もう倒せれば何でもよしだから、でこの辺もしっかり塗って、ボム危ない、これ前出るか、ありだな、ありだな、ヤグラがその手前まで来たらヘイト取りに行くわ。落ち着け落ち着け、ヘイト取りに行く、いや右いるな、右のやつ倒したいけど、落ち着け落ち着け、もうこっちでいいや、こっちのカニタンクでヘイト集めます。はい、カニタンクいるよ、こっちだよ、ヤグラ気にすんな、 MK さんこっちで、ちょ、誰も乗って、誰も乗ってなかったか誰か乗ってると思ってた。じゃあ前出るわ、ここ前出て、ほい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 、ヘイトヘイトヘイト、もう倒さなくていい、倒さなくていい、よーし、オッケー、これでこのヤグラが上に行ってからが本番だから、あー今の倒せないんじゃちょっと話になんないか。いや、でもいけてるな、相手2人やられてる、このまま押しますよ、25でしょ、乗ってる乗ってる乗ってる、やられてもいいから乗ってろ、でここ倒せ倒せ、よし、ナイス、いいよ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 、いけ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 、ナイス20までいったよ、17、え、まだいってる、まだいってる、まだいってる、12、だったら行くよ、だったら行くよ、そっち、8、7、6、6、いいね、6いいね、6いいね、6いいね6いいよ、6いいよ、このまま行こう、15秒でしょ、大丈夫大丈夫、やつら第3関門突破してないから、勝った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 、いやでも油断すんな、濡れ、もうこういう時って油断する人いると思うんだけど、これ敵倒さなくていいのよ、塗るの、塗るだけで非常に勝てるから、塗るで上倒す、あー、グレートバリアが、うまいですね、ちょっと噛み合ってませんねMK さんがさっきから全然噛み合っておりませんが、スプラッシュボムで一人倒してくれた、そのまま誰かが乗ってくれない、スーなんか味方感があるな、さっきから、さっきからっていうか前回からさ、ちょっとなんかガチヤグラ味方で勝ってる感、いやでもほらベストカウント更新とアシスト数ナンバーワン、塗りポイントもナンバーツー、悪くないんだよ、悪くないんだけど、なんかこうあれだね、 MK さんが主役じゃないねいやもう4人で勝つゲームだからね、主役であることが重要ではないんですけど、まあ YouTuber というかね、ゲーム実況者としてはやっぱ主役を取りたいんだけどね、まあでもそんなこと言ってもしゃあない、ということで行きましょうか、次がラスト第5試合、はい行きましょうか、最後の試合、ステージは天美術大学、さっきと変わりませんね、ちょっとねこの4試合パッとしてないんで、ここでパッとさして、ちゃんと X パワーをね上げてっていうか、まあ最初の計測で上の方に行きたいと思います。よし行くぞ、まあそういう時もあるなそういう時もあるんだ、スプラトゥーンっていうのはスプラトゥーンっていうのはそういう時もあるから、ということで、負けました。これ X パワーどんなもんだんだろうな、前回4勝だったっけ、前回4勝1敗で1900とかだったから、1700とか1600とかそんなもんかな、どうでしょうか、はい X パワーが、おーおーおお2021、この2022年が終わろうとしてる時に2021、悪くないんじゃない、ということでガチヤグラの X パワー2021でございました。なんだか思ったより高かったなという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。高いな。